スターティングメンバー、ゴールキーパー、帰ってきた守護神内山、ディフェンス3バック、右から中川壮、川島、鈴木、2ボランチは梶川と西谷、右のウイングバックに佐戸見、左に新10番榎本、インサイドハーフに中川和樹、そして J 初先発朝倉です。スターティングメンバー、ゴールキーパー原田、ディフェンス4バック、右に6年ぶり長崎復帰飯尾、岡野、田中、米田、そしてアンカーの位置に秋野、インサイドハーフ右に名倉、左に加藤、そして右のワイドに増山が入って、左には笠柳、そして中央には去年の J2 得点王フアンマーデルガドです。まあ、今の立ち位置見てると加藤勝と、はい、秋野が長崎の方は横並びになっているようにも見えますし、あ、そうですか、はいはい、ヤムヤです。右足振りました。で左に笠柳ですかね。はい、でファンマ頂点に置いて名倉が少し 1.5 列目みたいなところかもしれないですね。相手ディフェンダーの死角に立って立ち位置で優位性を取るのが藤枝。矢村縦通した、中川和樹いる、逆サイドの久留、朝倉のところ、わずかに決まりませんでした。はい、惜しかったですね。このニアゾーンの使い方もやっぱりこう藤枝の良さ出ましたね。まあ、1枚だけだったと思うんですけど、朝倉、そうですね、はい、中川和樹からいいボールが入りましたけど、惜しかったですね。そうですね、はい。まあ、ですのでこの試合の、まあ、序盤藤枝ここまで、ああさあスペースに出る米田です。米田中不安も突進してくる、名倉トラップして左足ブロックした、川島です。川島のブロックです。身を挺して守りました藤枝、まあ、よく見てたと思いますし、ワンタッチ西谷、ここで奪いました、フアンマがフリーになっています。フアンマターンして左足ブロックした笠柳、奪ってからのショートカウンター炸裂しました長崎です。まあ、しっかりボールを渡せたと思うんですよね。そうですね、はい、うまくファンマも背中で受けたと思いますし、まあ、少し足滑らせることによってね、時間がなくなってしまいましたけど、まあ、セカンドボール重ねないのもうまく反応して、はい、シュートまで持ちましたよね、持ってきましたよね。まあ、形はショートカウンターではありましたが、長崎の今日の一つの形、前線で動くのは加藤、笠柳、名倉、中央割る、名倉だ、右足、いいですね、決定機でした長崎。いや、空間と時間はほとんどなかったと思いますよ。まあ、笠柳と名倉の2人の関係で最後シュートまで行きましたけど、はい、まあ、彼らの得意なプレーなんですけどね。名古屋から完全席で入ってきて、山田のそのボールを奪って前向いた、矢村キーパー掴みました、原田岳です。85分経過、ファーサイドフアンマがいます、中には澤田、松田浮かせたシュートは右に外れていきました。まずはマルコスの運びからですよね、まあ、これだけやっぱり時間を与えると一番いいところ渡してきますし、うまく背中から入って右のアウトですよね。惜しかったですね。アディショナルタイム経過しましたが、佐藤さん、こう両チームにとって勝ち点3を取る上で残りの4分で必要なこといかがですか。これは中島だ、右足、ほんのわずか。いや、何か難しいことをしてるわけじゃないですけどね。そうですね、はい、ボックスの中に人が増えることによって広げて斜め、まあ、いいボールが入りましたし、はい、スタート見からですよね。澤田、松澤が中入っていきます、中クロス、不安まだ、そしてここでタイムアップ。開幕戦藤枝対長崎、スコアレスドローです。 J2 開幕戦はドロー決着、藤枝欲しかった勝ち点3は得られず、長崎もあと一歩届きませんでした。